二人とも元気にしてたか。おう、へえ、友達がこんなに続けて何人も来てなかったらきっと今回も驚いてたとこ。って新格好は？やっぱり驚いたぞ。ほらメニューはこれだ。うん、甘くて口当たりがよく苦味が全くない。これは何という飲み物だ？新雪の口づけって言うんだ。まるで雪が降り積もったみたいな飲み物だろ。これは牛乳を泡立ててふわふわになった部分を飲み物の上にかけてるからなんだ。口づけってつけた理由は、おいらもよくわからないけど、多分売れるためにお店側が考えた名前だと思うぞ。うん、そうすることで売れるのか。え、だ、多分そうかな。おいらの想像でしかないけど、その、ロマンティックな言い方だろ。ロマンティック。ね、説明するのが難しい。おいらの頭じゃこれが限界だ。そうそう、ふむ、そうか、分かったような気がする。うえ、うえ、待て待て、なんで今ので分かるんだ。